ちは、ゆしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。もし初めてご覧になる方がいらっしゃったら、コメントトップかチャンネルの概要欄をご覧になってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録お待ちしております。前回は大の秘密ということで、バランの過去がラーハルトによって語られたわけですね。バランが若い頃の大の母親ソアラとの関係、ソアラがどういう経緯で亡くなってしまったか、そしてバランが人間たちに対して思っている感情の理由が明かされました。今なおね、バランとの戦いが目前に迫っているのではという状況でございます。本日は第29話を見ていこうと思います。バランの怒り、そうそう、ボラホーン復活したんですよね。全然ダメージ受けてなさそう。いやー、それはどうでしょうね。ポップ。ああ、そんな考えなのね、ポップ。ああ。マーム、ポップ切ない。そんなことないですよ。ひどい。ヒュンケル、ポップもヒュンケルもかっこよすぎるね。どうなるの。ラーハルト、なぜ、なぜ俺を、人質を取ることが許せなかったの。なんか武士道みたいなのあるんですね、ラーハルトも。なんということ。ちょっと予測してなかったです、これは。うわ、切ない。うわ、悲しい。どうしよう。ラーハルト、魔族と人間のミックスだったんだ。はい、早くも涙が。だからバランが気持ちが分かるんだ。うわ、ポップ、ポップ、ラーハルト、だからオラホーンとガルダンディとは違って何の生き物かなって思ってたんですけど、ラーハルトのこと。ああ、鎧を譲り受けた。おお、似合ってますね。ラーハルト、まさかそんな背景があったとは思わなかった。ラーハルト、お前の願いと魂のこもったこの鎧、確かに受け取った。クロコダイ、俺が先に聞きたいことですよ。そうですよね、俺が先に聞きたいぐらいですよね。北バラン、ヒュンケルが来てくれるよ。でも何か策でもできたか。
策はないです。そこでですよ、ヒュンケル先生ですよ。あ、ポップのことを知る。違うんですよ、バランさん。ポップが勇敢なだけなんですよ。ポップってね、クロコダインさん笑ってる。泣いてる、クロコダインさん泣いてる。策があるんだ。どうする気？ああ、ああ、ドラゴニコロ、ああ、何やって、なんだと。ちょいちょい、ギガブレイクで来い。これが策。うわあ、幹部クラス対決は すごいですね、やっぱり。ハドラー、よからぬことばっかり考えて。ギガブレイクが来た。回復。感謝します、姫。これでまた戦えよ。同時にはできないんだ。ギガブレイクの直撃を受ければ、防御のみに集中すれば良いのだ。ああ。死体にさえならなければ回復できる。めっちゃ知恵者やね。バラン本気モード。プライドがあるんだね、バラン。武に感化されて。あ、第二まで影響が。うわ、どうなっちゃうの、第。あー、怪力が。うわ、目がおかしいよ。お、バランもちょっと消耗してる感じだね。うん。不死身はヒュンケルの代名詞。消耗させることが目的なんですよ。そう。俺にできることはこれぐらい。後で仲間が戦うとき楽になる。よ、確信してる。どうして人間などをここまで信じられるのだ。早くセコマ。一歩でも動いたら黒焦げになると思え。確かにね、レオナをやってしまえば回復できないもんね。うわ、来た。あ、あ、ライディン。はあ、この槍は。どういうつもりだろう。最強ですよ、この二人は。かっこよさ選手権で優勝ですよ。奪ったのではない。完全に予想外のお話でしたよ。
そうですね、スワラさんがいるし、お前の愛した人間だったのだから美しい部分と最も醜い部分を同時に出しただからその矛盾に耐えきれず愛する人を失ったか、その矛盾に耐えきれずか、お前が本当に大の父親を名乗るならバランよ、ヒュンケル大の母も願っているはずだ、説得がすごいね。バラン怒ってるの。何このバランから感じる異様な威圧感は、この人の心と体、捨てるの。いかに綺麗事を並べてもソワラは生き返りはしないの、たった一つの望み、もうなんか引き返せないんだね、辛くて。うん、復讐だけが生きてる理由なのか。魔獣と化しても魔獣と化す、バカだ、あれは奴の赤い血が青い魔族の血の色に変わって、うわうわ、とんでもないことになった。もう観察できないな。なんかあれかな、ちょっと変身っぽくなるんですかね。うわすっごい、うわ魔獣めっちゃ強そうだし、しかもこれはすごいラスボス感ありますね。うわうわ強そう、うわ、なんかバーン様がなんかしたんじゃないんだ。龍魔人、うわ、図らずも早い段階で涙してしまった今回の回でした。まさかね、ラーハルトがあのような背景を持っていたとは全く想像しなかったですね。ガルダンディとね、ボラホーンはなんかワシとセイウチのモンスターなんだろうなっていうのを見て分かったんですけど、ラーハルトはすごく人間っぽかったので、どういう生き物なのかなって思って、言われてみればそっかって感じでもあるんですけど、だからバランの悲しみも分かったし、人間の気持ちもなんか理解できるようなこう語り口調だったんだなというところが納得でございました。ヒンケル、ポップ、クロコダインと最強の仲間たちが揃ったわけなんですけれども、まあ、バランがあのような変身をねするなんて思いもしなかったですね。最初はフレイザードが前にミストバーンにこうなんか変身できるようにしてもらってたじゃないですか。ああいう感じでバランもね、バーン様になんかこう力を与えられて変身する形態をね授かってたのかと思ったんですけど、バランの言う感じでは竜の騎士はそもそもそういう形態に変身できるっていうことなのかっていうところは、ここはちょっとまだ謎でして、このバランとの戦いなかなか長期戦になってるわけなんですけれども、一体どうなるんでしょうか。また次回のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。ご視聴ありがとうございます。いつも応援してくださっている皆様、お気軽にご意見ご要望などお寄せください。